最初はちょっと断ったんですけど、はい、あ、どうして物理なんですか。で、塾の社員になったんですよ。学校の非常勤講師ちょっとメインで予備校を、今はもう慣れちゃいましたけど、はい、浮いてるなって、ちゃんとした物理の先生からするとそれが許せないんだと思います。そうでは始まりました、もちゃちゃんです。さあ、今回はですね、スペシャルゲストにやってきてもらいました。自己紹介をお願いします。はい、物理講師の泉と申します。よろしくお願いします。はい、泉先生ですね、例え日に加入するっていうのを聞きましたんで、はい、そうだったんですね。応募経緯とか、まあ、知り合いの先生からご紹介いただいて、はい、それで、まあ、ちょっと興味を持って、もともとただ呼びっていうのがあるのはもちろん知ってたんですけども、うん、次誰なんだろうなんて思ってたら、はいはい、私が声をかけてもらったので、最初はちょっと断ったんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、メンバーがすごかったので、はいはいはい、ちょっとそこに加わる勇気がなくて、はいはい、断りしようかなと思ってたんですけども、はいはい、でもまあいろいろお話をさせていただいて、うん、それで参加ということで、はい、はい、物理、まあ、女性高一点というかね、そうですね、まあ、予備校業界自体で、ね、女性の先生すごい少ないんで、はいはい、まあ、物理いることはいますもんね。そうですね、東進もいますし、はいはい、寸大河合もいますもんね、はい、そうですね、まあ、まあ東進なんか今女性を推してますからね、あ、そうですね、女性講師をこうバンバン推してますけどね、はい、まあですけどねいないですかいないですかって言われてたんですけど、はい、こう女性を雇いたいって言ってて、はい、ただ若くて綺麗な先生って言ってきたんで、はい、幻滅しましたなるほど意外といますもんね、科学だったりとかもね、はい、そうですね、はい、理系女と言われるわけなんですが、どうして物理なんですか。もともと大学受験の時に、はい、私は数学の先生が好きで、はいはい、数学科に行くっていうふうに決めてたんですけど、はい、高3になって今度は物理が楽しいなってなって、うんうん、物理学科に行くってなって、うんうん、それで大学は物理学科なんですけど、うん、そこからまあいろいろ経て物理を、はい、予備校誰に習ってたんですか。寸大で、はい、大関先生っていう、はい、有名な方ですよね、はい、やっぱ楽しかったですか物理は。そうですね、簡単に言うと、はい、やっぱイケメンの先生だと、おお、はい、なるほど、いいなって質問しに行きたいなみたいな感じで、まあ、ちょっと不純な理由ですけど、うん、でもそれで頑張ってるうちに物理が純粋に楽しくなったみたいな、はい、そういうのもあるわけですね、はい。で、予備校はどういった感じでやってきたんですか、今まで。最初は大学生の時にアルバイトをしてて、はいはい、その時はもちろん小学生とか、はい、中学生が主で、それでそのまま教員免許も大学で取っていたので、はい、数学とか理科ですか。じゃあそうですね、理科の教員免許を、はいはい、取って、それで学校の教員もどうかななんて思いながら来て、うん、なんだかんだ言って塾の社員になったんですよ。お、ほいほいほい。で、自分の社員になったけど、やっぱ社員ってなると、まあ、営業とか、そうですね、ブラックですから基本的に塾業界は、はい、あ、言えない塾ですか、うん、そうですねまあ大変ですね、ノルマとか、はい、そうですね、たくさんありますからね、はい、なんでなんか授業になんか専念できる環境じゃなかったので、うんうん、はい、退社をして、うん、まあ、その時はまだ中学校の理科とか小学校の理科とか、うん、算数数学とかが主だったんですけども、うん、物理をやっとはい、教えられるようにということで始めました。で、予備校に応募したんですか、うん、あ、そうですね、予備校応募できるそうなところをちょんちょんちょんとこう応募したり、はい、あとはまあ教員免許持ってたので、うん、学校の非常勤講師で物理を教えるとか、まあ、並行してやりました、うん、教えてた塾予備校は言ってもいいんですか。そうですね、専任じゃない方が多分言えますよねあ、予備校は最初はメディカルラボっていう、あ、有名なとこじゃないですかメディカルラボ、はい、あれ可愛いが今度買うんだかなんだか、そうですね、はい、なんかありますね、はい、そこで始めて、はい、まあ、最初は全然ペーペーだったんで、はい、あまり生徒さんつけてもらえなくて、でもまあ医学部予備校ですから、ね、ペーペーでもペイペイはかなりいいので、はい有名なとこですから、はい、一生懸命頑張ってたらそれなりに評価してもらって、はい、で、まあ、たくさんの生徒さんを持つようになってっていう感じで、うんうん、はい、なるほど、最初はそんな感じです、はいはい、でそこから別のとこ、そうですね、今も行ってるところで YMS っていうところを行かせていただいたりとか、はい、でも予備校っていうとそのぐらいですかね、うん、だんだん、まあ、学校からの依頼が多くなっちゃって、はいはいはい、まあ、結構で、うん、予備校をちょいちょいちょいとやってる感じですね。なるほど、はい、今も学校、はい、そうですね、学校大丈夫ですか、はい、普通に授業やってるんですか。やってます、授業が行われてるわけですね、やっぱり今でも、はい、はい、学びエイドとかも、あ、そうです、はい、学びエイドで授業を、あの話が来たんですか。
そうですね、知り合いの先生からちょっと行ってみないっていう風に誘われて、それで行ったんですけど、斬新というか画面上で、はい、画面の授業っていうと人が入るっていうのを思ってたんですけど、映らなくていいっていう、うんうん、そうそう、はい、それであと5分授業とか、はいはいはい、はい、そうですね、そういうので今もやってるんですけど、うん、まだいっぱい撮ってるんですか？あ、そうですね、今も撮ってこうじゃないああじゃないとかって言ってるんで、5分なんですけど結構作るのに時間がかかるっていう。うん、なるほどなるほど、はい、ただ呼びの方でもう収録は始まってて、そうですね、うん、やったりもしてるんですけど、まあ、ちょっと共通テストが終わるまでは私は授業で目いっぱいなので、そうですね、はい、これから撮ろうかなっていうところです、うん、どういう感じでやっていくんですか？なんか最初イメージしてたのはやっぱり漏らせが高いものと思ってたんですけど、はい、ちょっと時間の制限があったり、うん、コマ数の制限があったりして、うん、まあ、結果もう削ぎ落として削ぎ落としてポイントだけみたいな感じになっちゃうかなっていうところですね、うん、なるほど、はい、それは物理、はい、基礎からやるんですか？物理基礎も含めてやります。あ、基礎も含めて、はい、ね、ずらっとやる感じですか？そうですね、楽しみじゃないですかそうです、ね、物理がない物理がないってねみんな言ってましたからまあまあね、理系って言ったらやっぱ数学の次は物理がメインですからね、はいはいはい、今でも予備校って受講者は科学よりも物理の方が多いんですか？あ、でも結構医学部予備校が多かったんで、 そうすると科学がメインで、はい、なんか物理生物がなんかサブっていうか、うん、どっちだろうみたいな、うん、感じですね。一方だとね、はい、物理多いですけどね。そうです、あとまあ男の子が多くなりますね、自動的にね。あ、そうですね、男の子多いですね。予備校で大変だったことあります？女性講師大変みたいな。最初は今はもう慣れちゃいましたけど、はい、浮いてるなって。そうなんですね。なんか勝手に思ってました、はいはいはい、浮いてるなとか。私は普段から結構ペタンコの靴しか履かないんですけど、はいはいはい、疲れちゃうから、はい、でもなんかたまにヒールとか履いてったりすると、はいはいはい、音鳴るし、なんかすごい気取ってる感半端ないしだからもう履かなくなりました、はい、そうなんですね、はい、結構格好とかももともと着ないけどなんか露出とか、はいはいはい、もうそういうのは絶対しないとか。あ、はい、なるほど、はい、まあ、それはもちろんそうなんですけど、まあ、そういう方面の先生も結構いますからね、はい女性はあれ浮かびましたか今何人か頭に何人かって言っちゃったこれからでもどうやっていこうとかって考えてるんですか？はい、まあ、ちょっとやっぱり言われるがままというか、はいはい、目いっぱい授業を入れてしまって、はい、ちょっと満足できないというか、うもっとこうできたのになとか、うん、まあ、そういうのが増えてきて、はいはい、今結構ピークなんですけど、なんで、まあ、できるだけ授業を減らしてって、うん、ちょっと自分の勉強の時間を作って、うん、またたくさん入れても対応できるような、なるほど、はい、講師にでいたいなと思います、うん、はい、そうですね、やっぱり忙しくなっちゃう人多いですからね、はい、そうですね、授業目いっぱい入っててみたいな感じになる人が多くて、うん、まあ、それで疲弊してっちゃう講師いっぱいいるので、うん、そうですね。でも物理のいろんな試験とか受けたりしたわけですもんね、こうね、予備校入る時の。はい、そうですね。普通と違う感じでした、やっぱ見られ方とかね。ああ、まあそうですね、試験とかあと模擬授業とかも受けましたけど、はい、結構昔に受けたんでちょっと忘れちゃったけど、はい、でもなんか今思えばあの問題なんであんな時間かかって解いちゃったのとか、はい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 、やっぱ今だったら瞬殺みたいな問題とか、はい、やっぱ未熟だったなっていう記憶しかないですね。でもまあ予備校講師にはなりたかったわけですね。はい、そうです。これで天下取るぞみたいなの思ってたんですか？はい、まあそうですね、はい、そこの野心はあった。そうですね、勝ちたいっていうよりはどっちかというと私は負けたくないみたいな、おー、なるほど、はい、のがあるんで、うん、だから近くに目標があるとちょっと頑張りやすいですね。なるほど、あの人負けたくないとか、はい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 、でもあんまり物理の先生の人数が周りにいなくて、ね、はい、ここからどうですか、全国の戦いになりますか？全国の、そうですね新鮮というか、はい、ワクワクっていうのとちょっと怖いなみたいな、ね、そうですね、何があるか分かんないですからね、はい、もう本当に自称プロがいっぱいいますからね物理も結構あるんじゃないですか、やっぱここがこうだみたいな、数学とか英語はめちゃくちゃひどいですけど、やっぱりそうですね、なんかこれ違うみたいなのもめちゃくちゃきますけど、物理もやっぱ来るんですか、そういうのは。まあ、私はあんまり受けたことがないですけど、はい、でもやっぱあの表現とか、はいはい、なんか私の中で分かりやすくしようと思って、はいはい、例え話を持ち出すこと多いんですけど、はいはいはい、多分ちゃんとした物理の先生からするとそれが許せないんだと思います、うん、ああ、なるほど、はい、そういう例あった方が分かりやすいですけどね物理も科学も分かりやすくしようとしすぎると正確さに欠けちゃうというか、そういうのが出てきちゃうわけですね。そうなんですよね。なるほど、うんうん、という感じでぜひぜひ期待してみてください。はい、はい、ここは泉先生においでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。